みなさん、こんにちは。栃木県立宇都宮女子高校オーケストラ部です。私たち通称宇城家は週に3日、1、2年生64人で楽しく元気に活動しています。夏の定期演奏会と冬の大工演奏会を主な活動として日々練習に励んでいます。今回演奏する曲はオペライーゴリ公よりダッタン人の踊りです。このオペラは中世ロシアの叙事詩イーゴリ遠征物語を題材にアレクサンドル・ボロディンによって作られました。ダッタン人の踊りはオペラの第2幕で演奏される非常に有名な曲です。木管楽器の多彩なソロやティンパニの打ち出し、金管楽器の重厚な音色などそれぞれのパートにたくさんの魅力があります。今回は3年生も含めた計90人での演奏をお送りします。ぜひお聴きください。